皆さんこんばんは。川崎 FM 夜10時を回りまして、自然環境教育番組 To the Nature 始まりました。この番組は自然や環境テーマに放送しております。ナビゲーターは環境教育インストラクターのマイフルリです。今夜も皆さんと放送してまいりましょう。さて、今日は3月4日ですが、昨日3月3日何の日でしたか？はい、ひな祭り、桃の節句でしたよね。皆さんはひな人形を飾ったりとかね、ひなあられを食べたり、された方もいらっしゃるかもしれませんね。その他に別の日でもあります。何でしょう？耳の日。はい、確かに耳の日でもありますよね。その他には、はい、この番組から皆さんに知ってもらいたい日があるんです。それは3月3日は何の日かというと、世界野生生物の日なんです。ワールドワイルドライフデイ。ワイルドライフは野生生物とか野生動物という意味なんですけども、2013年12月20日の第68回国際連合総会、国連総会ですね、国連総会において決定された国際日なんです。毎年3月3日が世界野生生物の日なんです。この記念日というのは、ワシントン条約と呼ばれる条約がありますよね。ワシントン条約、皆さんもご存知だと思います。どんな条約かというと、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約ですね。まあ、この条約が1973年3月3日に採択されたことを記念したものなんです。はい、さて、世界野生生物の日2022年、今年のテーマは生態系回復のための主要な種の回復です。はい、生態系回復のための主要な種の回復です。主要なっていうのは、まあ、一番心配されている種、まあ、こういうもの回復していきましょう、生息域保全していきましょうという、まあ、意味が込められているんですけども、世界では絶滅が心配されている生き物、今や4万種以上というふうに言われています。ちょっと前まで3万とか言われてたんですけれども、もう4万以上増えてしまいました。で、今日は中でも最近絶滅危惧種に、なってしまった動物のお話をしたいと思うんですけれども、それはですね、愛くるしい姿で大人気の、はい、コアラですね。コアラのお話ししたいと思うんですけれども、コアラどこにいるでしょう？コアラはですね、オーストラリアにしか暮らしていないんですよね。オーストラリアのどこにでもいるわけではなくて、オーストラリアの南部と東部の沿岸、内陸部にはいないです。ですので、オーストラリアの西半分にはいないんですよね。で、まあ、あの南の方のカンガルー島にもいるんですけれども、そこはもともとはね、野生のコアラはいなくて、まあ持ち込まれた、観光用に持ち込まれたものが、まあ増えたっていうことなんですけれども、この、オーストラリアの西側、南側にいるコアラ、今年2022年2月12日、先月ですね、オーストラリア国内版レッドリストにおきまして、コアラは絶滅危惧種に選定されました。今までコアラはですね、希求種 VU だったんですけれども、この度絶滅がより近い方のランクになって、絶滅危惧種 EN にランクが移ってしまいました。で、対象となるのはニューサウスウェールズ州、そして首都特別地域、そしてクイーンズランド州、この3地域に生息しているコアラが対象ということですね。スーザン・リー環境大臣は、高いレベルの保護を可能にするために、選定したんですよというふうに説明されたそうです。なぜコアラの数が減ってしまったのでしょうか？まあ、この原因はですね、様々言われているんですね。気候変動による干ばつですとか、そしてまた森林伐採、これによってですね、コアラの餌になるユーカリの木が減ったりとか、生息地が減ってしまった、まあ、こういう問題があって、それから2019年から2020年に発生しました大規模な森林火災、
ありましたね、山火事。皆さんも記憶に新しいと思います。それでだいぶ森が消失してしまいました。それからですね、コアラがかかる病気ですとか、それから交通事故、こういうものも言われてるんですよね。特に2019年から2020年に発生した大規模な森林火災はコアラの生息域に大規模な大打撃を与えたんですよね。このオーストラリアでの、2019年から2020年に発生した大規模な山火事、森林火災、これがですね、オーストラリアのあちこちで多発的に起こったんですよね。で、そして、累称面積1860万ヘクタール以上、もう本当に大規模な面積燃えてしまいました。この原因はまた様々で、この時記録的な猛暑があって、記録的な干ばつがありました。乾燥してて温度が高いと、火がね、起こる可能性ありますよね。それから落雷、そして落雷があって乾燥してると火の広がりが早いですよね。それから他はですね、キャンプファイヤー、人的なものとして火のですね、後始末が良くなかった、キャンプファイヤーなどのね、後始末をちょっと怠ってしまった個人的なものとか、放火も言われていますね。それからダイポールモード現象というのも言われているそうです。もう多くの生き物、人も野生動物も犠牲になってしまいました。で、この多くの、ね、命が、失われたということで、多くの生き物の中にオーストラリアの有袋類の仲間ですね、とっても、貴重な動物ですとか、絶滅危惧種のような貴重な動物も命を落としてしまったんですね。で、オーストラリア政府の絶滅危惧種科学委員会っていうところがあるんですけれども、その絶滅危惧種科学委員会は2001年に絶滅危惧種18万5千匹だったのが、2021年、昨年は9万2千匹まで減少したというふうに推計しているそうです。オーストラリア政府は、事態を重く見まして、絶滅危惧種戦略というものを打ち出しました。中でもその、優先的に保護しましょうというものをピックアップして、で、特定した100の動植物、これね、保護、回復に向けて1000万ドルの助成金を用意しました。で、コアラについては、コアラはオーストラリアを象徴する動物ですので、格別にね、5000万ドルの助成金を用意したそうです。しかしながら、オーストラリアの、スコット・モリソン首相は、お金も大事だけど、保全のね、枠組みが必要ですよということをね、語られていたそうです。だけど、その人によってはね、コアラにそんなに5000万ドルも用意して、例えば、たくさんね、他にも絶滅危惧種がいますよ、例えばカンガルー島のクモとか昆虫はどうなっちゃうのとか、そういうね、他の生き物の絶滅を心配する声もあるんですよね。こうやって、意識的に保護しましょうという動きがある中で、オーストラリアの自然保護団体、オーストラリア自然保護基金の調査によると、コアラが危急種に指定された以降、コアラの生息地2万5000ヘクタール以上の土地の開拓を政府が許可しているっていう、そうなんですよね。だから、その保護しましょうという反面、土地を開拓しているっていうことなんですよね。ですので、コアラの生息地を守るのであれば、もっと法律を強化して土地所有者への保障を行わなければ、コアラが絶滅に向かうのを食い止めることができませんよ、というような声も、出てるそうなんですよね。確かに。でも日本もそうですよね。日本も四国にいるクマが、絶滅が心配されてますけれども、クマが住んでいるところが私有地もあるので、現地のね、その土地所有者との話し合いも大事だっていうふうに、聞いてましたけれども、この私有地にいる、野生動物の保護には、国を超えた、共通点もあるんだなっていうふうに思いました。森林火災の放火の原因っていうのは、詳しくはね、放火した人じゃないと
シーンのところはわからないですけれども、オーストラリアというのは石炭の輸出国であって、世界の3分の1、石炭輸出量の世界の3分の1がオーストラリアなんですよね。今の二酸化炭素排出量を削減しようということで、石炭っていうのはもう悪者とされてるんですけれども、この石炭の、輸出量が減っちゃうと、現地はオーストラリアの現地では雇用が減っちゃうということで、心配されている声もあって、スコット・モリソン首相は石炭産業を減少させませんよというふうには言ってるんですけれども、石炭会社などがですね、地球温暖化なんて嘘だよっていうことを言うために、放火を逆手にとって、地球温暖化なんかしてなくて、その森林火災は放火によるものだよっていうふうなことを言ったりとかね、している、その陰謀論のようなものもあるんですけれども、ちょっとこの辺はね、真意は私はちょっとわからないんですけれども、放火があって、逮捕されている方もいらっしゃって、その中でも起訴されている方もいらっしゃるんですよね。さて、ここでね、コアラの生態についてお話ししましょうか。コアラの生息区域、先ほども申し上げました通り、オーストラリアの南部と東部の沿岸で、内陸部とか、オーストラリアの西半分にはいないというお話ししました。以前ですね、はですね、怪我目的またはね、スポーツハンティングの目的で大量に殺されてしまったんですよね。それで数が激減してしまいました。その後、オーストラリアの東部に保護地域が作られて絶滅を免れていたんですね。で、そのコアラの生態なんですけれども、コアラはどのように暮らしているかというと、彼らは群れを作らないそうですね。単独で生活しているそうです。ほとんどユーカリの木の上で生活しているそうですね。コアラはですね、ほとんどユーカリしか食べないそうです。で、ユーカリの成分が他の動物はね、苦手で食べないそうなんですって。コアラは、背の高いユーカリの木に、暮らしてまして、ほとんどユーカリしか食べないそうですね。ユーカリの葉が持っているこの油の匂いが苦手な動物が多いので、で、他の動物が食べないので、コアラはユーカリをね、選んでいたそうなんですけれども、コアラはユーカリしか食べないんだけれども、ユーカリには実は青酸が含まれているんですね。で、コアラはその青酸を分解できる微生物を持っていて、コアラは、ユーカリを食べても中毒にならないんですね。で、その生産の分解にかなりエネルギーを使うそうです。そしてユーカリから摂取できるカロリーも少ないので、それでコアラは一日中木の上でね、20時間ぐらいは寝て体力温存しているそうなんですよね。少ないエネルギーでたくさん分解しなきゃいけないということで、寝てる時間が多いっていうことなんです。コアラのお腹の中には袋があるんですって。で、コアラってだから有袋類の仲間なんですね。で、赤ちゃんを、袋の中で育てるそうです。袋の下がね、下に向いてるそうなんですね。で、それはコアラの赤ちゃんがお母さんの体の中で半分その消化された柔らかいお母さんの糞を食べるそうなんですね、離乳食として。で、パップと呼ばれるその糞は、ユーカリの中の生産を分解する微生物、これが入っているので、赤ちゃんはお母さんの糞を食べることで生産を分解する微生物を体に取り込んで、ユーカリを消化できるようになるそうなんです。さて、オーストラリアの南にカンガルー島という島があるんですね。東京都の約2倍ぐらいの大きさで、オーストラリアでは3番目に大きな島だそうですけれども、そこにもコアラがいて、それは野生というか、もともとはその島には野生のコアラは住んでなくて、観光目的でビクトリア州から移入されたものが増えたそうなんですね。2019年から2020年の森林火災で島の半分が被災してしまいまして、野生のコアラ5万ぐらいいたのが今1万以下にまで減っちゃったそうですね。ほんとだいぶ減っちゃいましたよね。野生のコアラは多くは、
フリンダースチェイス国立公園に暮らしているそうです。でコアラはですね、なんかこうストレスに弱いそうで、ストレスに弱くなっちゃうと、こうクラミジアっていう菌を持ってるようで、それでの体を壊しちゃうみたいなんですよね。よくオーストラリアの動物園に行くとコアラ抱っこできたりしましたけれども、あれでねストレスになっちゃうと病気になっちゃうということで禁止にしているところもあるみたいなんですけれどもね。なんかね、赤ちゃんだといい匂いするよって私もね聞いてたんですけれども、やっぱりそれはね動物のことなので、やっぱり敏感な動物だとやっぱり体が弱っていっちゃうこともあるかもしれないですよね。コアラ、IUCN 国際自然保護連合の分類ですと希求種ですね、 VU 希求種、絶滅の恐れが高いだけれども、まあオーストラリアではこういう数が急激に減って、絶滅危惧種に、なってしまったんですね。でさらにそのコアラが食べているユーカリですね、ユーカリ類っていうのも全部でね826種類って書いてあるところもあるんですけれども、800種類以上あるらしいんですけれども、それの4分の1がもう絶滅が心配されているということなんですね。これはもう侵略的外来種によって減っているということも言われていて、だから餌が減っちゃうとねコアラ自体も減っちゃうので、本当に心配、これじゃもう心配ですよね。2019年から2020年、もう本当ね30億匹の動物が命を落として、そして住処を失ったということも報告されているので、これはちょっと世界の宝ですのでね、世界の大事な命ですので、全体のバランスが崩れちゃうのがちょっと心配ですよね。さて森林火災とても多く起こってますよね。こうざっと上げても2019年、グレタさんが地球の灰が燃えてますよって言った頃、アマゾン、これすごく燃えてしまいましたよね、大きな森林火災ありました。これ焼き畑農業に原因があるのではないかというふうにも言われてますけれども、それから2019年、他にはですね2019年カリフォルニア、そして2021年はトルコ、ギリシャ、地中海沿岸で大規模な山火事起こりました。それから、極東ロシアも、ポルトガル、フランス、モンテネグロもですね大規模な山火事起こっていまして、2021年12月アメリカコロラドの山火事もありました。本当にあちこち山火事がありました。日本もありましたよね。日本も火の不始末から、山火事やりましたよね。そうするとまあ生き物にも影響があるし、その生き物のバランスが崩れると私たちも影響がありますよね。世界野生生物の日、今年のテーマは生態系回復のための主要な種の回復ということで、最も絶滅の危機に瀕している野生動植物の種の保全、こちらの状況に注目を集めましょう。これらを保全するための解決策を創造して実施していましょう、そして議論しましょうということですので、もしかするとその各地でイベントが開催されたと思います。そしてこのね番組ではそのご紹介が遅れてしまいますけれども、分かりましたらお伝えしたいと思います。私たちの生活っていうのは資源があって成り立ってますよね。資源っていうのは自然の中に存在していて、自然というものに依存して暮らしているんですね。ですので経済の源に自然があるんですよね。だからその経済っていうのと自然っていうのは相反するものではなくて、経済の源に自然があるってことをね皆さんしっかり認識して意識していただきたいと思います。自然保護について意識を高めていただきたいと思います。さてここでですね、野生生物および森林の犯罪についてちょっとお話ししたいと思うんですけれども、国連広報センターによりますと、野生生物および森林の犯罪というのは他のね例えば薬物とか武器とか人身の取引、そしてですね、世界最大の多国籍組織犯罪、この一つにね
変容したんだそうですね。犯罪集団というのは国内の警察と刑事司法制度のギャップを悪用して、野生生物の取引に違法商品と同じルートテクニックを用いているそうですね。で、この問題への認識を高めるために野生生物犯罪と戦う、国際コンソーシアム ICCWC というところがあるそうです。そして、野生生物が絶滅の危機に追いやられている一方で、犯罪者たちが野生生物の不正取引で巨万の富を生み出しているということも言われていまして、UNODC、国連薬物犯罪事務所というところがですね、警鐘を促してますので、こういう組織があるということも皆さんね、覚えておいてくださいね。ということで今日はですね、絶滅危惧種になってしまったコアラ、そして森林火災などのお話をしました。はい、ということで、あっという間にお時間経ってきてしまいました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。マイハルリお便りで検索して、検索しますとこの番組のお便り送信フォームが出てきますので、そこから、送ってくださいね。ここでですね、ニュースがありますね。先月のニュースですけれども、国内初水素で走る電車が公開されました。もうだいぶ前にね、実証実験しているというふうに報道されてましたけれども、ようやく公開されて、 JR 東日本と自動車メーカー、そして電機メーカーが共同開発して、2030年実用化ということでですね、車両の屋根の上にですね、設置されたタンクの中に水素が入ってまして、その水素と、空気中の酸素が反応して発電する、その燃料電池で、走るんですけれども、このひばりというタイプの電車は、水素を燃料とする燃料電池と蓄電池を併用するハイブリッド電車だそうですね。そして国内で初めてとなるそうです。南武線川崎から上り戸を走るそうなので、私もね、ちょっとね、これ見たいなと思いますよね。走ってるの見てみたいと思います。本当に研究が着々と進んでいて頼もしいですね。はい、で、人を乗せることなく、しばらくその実用化に向けね、また鶴見線と南武線の一部で人を乗せずにね、実験的に走るということで、いよいよ実現に向けて、動いてるそうですね。そして、ディーゼルを使っている区間をこの水素車に切り替えていく方向のようですね。水素はそのコストがね、高いというふうに言われてますけれども、どうなるかね、研究が進むと思いますのでね、期待していきたいと思います。それからもう一つニュースがありまして、食品ロスのお話なんですけれども、食品ロス年間どのぐらいあるかっていうふうなお話の中で、2017年では612万トンっていうふうに言われてたんですけれども、2019年570万トンに減ってるんですよね。皆さんの努力の成果が出て、食品ロス減ってます。これ、家庭系と事業系と合わせた量なんですけれども、はい、これからもね、私たちもお買い物前に冷蔵庫チェックをして、買いすぎしない、そして、使い切る、食べ切る、そして、消費期限ちゃんとチェックする、こういう一つ一つのことでゴミは減っていきますので、引き続きね、食品ロス削減に私たちも貢献してまいりましょう。ということで、ご勝負いってみましょうか。来週も To the Nature! 来週も自然の中でお会いしましょう。